We hope it will be constant situation and will keep business as well. セミナーにはウクライナの IT 企業4社のほか、神戸市内の企業などおよそ70社が参加しました。ウクライナは IT 産業の成長が目覚ましく、神戸市はこれまで技術を取り入れようと現地の企業などと積極的に交流してきました。軍事侵攻後もおよそ8割の IT 企業が避難先などで事業を続けていますが、受注が減っているということで、市はセミナーを通じて日本企業と引き合わせ支援したい考えです。経済が、ね、動き続けるというのは、ね、ウクライナにとっても、ね、非常に、重要なことだと思いますので、やはり、ね、この、仕事を、ね、続けられる状態であることを、ね、知っていただくことは、非常に大事かと思います。市は今後もセミナーを開催したいとしています。